訓練には自衛隊と県警機動隊の隊員およそ100人が参加しました。警察だけでは対処が難しいときに総理大臣の指示で治安出動が命じられ、自衛隊も対処する事態を想定しています。今回本当に訓練の内容とかも全然伝えられてない状況、ブラインド形式で実施をするというところですので、我々としましてもどのような事態が発生するのかということは全くわからない状況ですので、非常に私以下も隊員も非常に緊張感を持ってこの訓練に臨んでおります。訓練では武装した工作員が県内に侵入したという通報があり、道路で検問を実施していたところ、検問所が襲撃されたという想定で行われました。訓練は非公開でしたが、警察と自衛隊の連携や情報共有の仕方などを確認することが目的だということです。お互いで動きを交えて、訓練できるというのはいい機会ですので、本日の訓練を有意義なものにして、より相互の連携を深めていきたいと、そのように考えております。警察と自衛隊は今後も有事に備えた訓練を重ねていきたいとしています。